脱皮動物は、寒理動物と共に前口動物を2分する動物の大分類群で、節足動物、線形動物などの動物門を含む。アギナルドラにより1997年に設定されたが、これは、主として 18S リボソーム RNA 電子の系統樹に基づいている。形態的には、口倉由来の外骨格を持ち脱皮を行うという共通点を持っており、 古く形態学的特徴から設定されたエディシドアにほぼ相当する。最も重要な共通点は、体表の上皮を覆う三重の口倉で、これが成長に伴う定期的な脱皮によって申請する。運動のための専門は持たず、生死はアメーバ状で、肺は一般の前口動物の特徴とされる螺旋乱滑を行わない。 その他にもいくつかの共通の性質が見られる。脱皮動物は以下の動物門から構成される。腹毛動物門などもこれに含まれる可能性があるが、共通の性質を書いており、別の群とされている。節足動物、幽爪動物、寒腐動物は体が大切から構成されている点から、かつては関係動物に近いと考えられていた。これらは動物であり、 螺旋乱滑や列対抗、はしご形神経系などを共有する、まとまった軍であると考えられていたが、現在ではそれらの共通点である、大切性は別個の系統で、それぞれ独立に獲得されたと考えられている。脱皮動物の内部系統構成については、節足動物、幽爪動物、寒腐動物からなる、反節足動物、同粉動物、エラエイ動物、 同行動物からなる有極動物及び線形動物と類線形動物からなる糸形動物という三群で区分する体系があり、さらに有極動物と糸形動物を関心形動物としてまとめる見解もある。なお、その一部の単系統制は分子系統学に疑問視されており、例えば同行動物の位置は不安定で糸形動物と 同行動,動物のいずれか、反接触動物の姉妹群とされる結果もある。テルファードへ通る2008に基づいた脱皮動物の内部系統は次の通り。古生物学的見解については、マルカリアは基盤的な有極動物と思われ、ハーシ動物は反接触動物で、そこに含まれる動物門の初期系統に至る側系統群であると考えられる。ありがとうございます。